みなさんこんにちは。統合医療ヨガの三輪です。今日の速攻ツボ。今日はテニスボールを使って陰門というツボに刺激を入れていくヨガを紹介していきます。陰門はちょうどこの 深いところお尻の付け根のところから膝の真ん中にありますそれでは始めていきますまず両足前に伸ばして長くしますテニスボールですが お尻と膝のちょうど真ん中のところに準備をします右の膝を曲げ両手の指で少し腿の後ろ触ってみましょう筋肉の太い2個あるんですが真ん中のところにボールを当てて 膝を伸ばします左の足膝を曲げたら右足の外側へと置き右の足の指先は少し天井の方に向けていきますここでもし刺激が強すぎる方はこのテニスボールの上にタオルを乗せてあげてください 両手、左の膝を持ち、息を吸いながら背中を伸ばします吐きながら少し体を前の方へと腿の後ろが気持ちいいところ、少し刺激を感じるところそこを探しながら行っていきます息を吸って、上です吐きながら下ろしていきます 呼吸に合わせながら、少しずつ息を吸って吐きながら、ふんわり下ろしていきます腿の裏の硬さが気になる方前屈の練習をする前におすすめです最後一つ、もう一つ深く息を吸い吐きながら、はーっと下ろしていきましょう はいでは両手横に下ろします左の手は耳の横です息を吸って吐きながら右へとしならせていきます息を吸ってもう少し肩は少し深くです最後一呼吸息を吸って 吐いて、ふわーっと。はい、では、ゆっくりと手を下ろしましょう。反対も行っていきます。反対側の左の足です。同じように、ボールの位置はちょうど真ん中です。指先を使って、ももの後ろの硬い筋ばったところ。 筋肉と筋肉の間にこのボールを入れます。ちょうど真ん中です。右の膝を三角にして、この左足の外側へ。両手は足を抱え、息を吸って背中を伸ばします。吐いて下ろしてきましょう。 息を吸って、上です。吐いて。息を吸い、気持ちがいいところ、刺激が強すぎないところです。さあ最後です。息を吸って、吐いて。 では手を下ろし右の手、耳の横息を吸ってから吐いてふんわりとしならせていきますご自分の呼吸に合わせながらゆっくりゆっくりですツボは気持ちがいいところを探していきます ボールを揺らしたり、ゴリゴリはしないでください。最後一つ、もう一つふんわり。では手を下ろし、足を元に戻したらボール取り出してみてください。さあそれでは足を伸ばし、少し息吸ってから、 この前屈と比べてみましょう突っ張り感や張り、硬さ、少しリリースできましたでしょうかまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました